エーコンはセネガル出身でアメリカ合衆国の R&B シンガーソングライター、音楽プロデューサー、実業家、事前家である。彼はデビューアルバムトラブルからの最初のシングルロックトアップが大ヒットになった。2枚目のアルバムコンビクテッドはグラミー賞候補になるシングルスマックザットを生み出す。彼は自ら創設した2つのレーベルコンビクトミュージックと コンライブディストリビューションを持つ。彼は21世紀で最も成功した多彩な R&B 歌手の一人として知られ、A コンはしばしばとの歌手のためにゲストとして楽曲制作に参加しており、200以上の曲に参加し、36のビルボードホット、100入りした曲を持つ。また、同チャートで同時に1位と2位を独占するというソロ歌手では初めての記録を達成した。 彼は6つのグラミー賞候補経験があり、レディー・ガガ、ティー、ベイン、レオナル・ルイスた多数のアーティストのヒットソングを手掛けた。ジャズミュージシャンのモルチャムを父に持ち、ミズーリ州セントルイスで誕生し、7歳になるまでセネガルで育つ。その後アメリカとセネガルに交互に暮らしたが、15歳で家族とニュージャージー州、ジャージーシティへ来てからは一貫してアメリカに住んでいる。母語である、 ウォロフ語、セネガルの公用語である、フランス語、英語の巫女語を話すことができる。エーコンはムースリムである。雑誌、ブレンダーとのインタビューで、3人の異なる女性との間に6人の子供がいると語った。彼は、アフリカの恵まれない子供たちのために、コンフィデンスファンデーションと呼ばれる自らの慈善団体を持っている。南アフリカ共和国でダイヤモンド鉱山を所有しており、 血塗られたダイヤモンドと呼ばれるものの存在を否定していた。私は紛争ダイヤモンドを信じていない。それは単なる映画だと思う。考えてみてよ。ブラッドダイヤモンドが公開されるまで、紛争ダイヤモンドについては誰も考えなかった。しかし、彼は、その後、紛争ダイヤモンドの存在を認め、彼が紛争ダイヤモンドの使用を避けることに、専念している。 アフリカ鉱山の部分所有者であることを認めた。エーコンはそこでの利益を地域社会に寄付している。2007年の受賞、2008年の受賞。ありがとうございます。